こんにちは、直樹です。今日はね、7月1日エンジェル戦ね、行ってみようと思います。でね、私ね、先日ね、これを買ったんだな。今エンジェルスの帽子っていうか、メジャーリーグの帽子がニューエラーになってるのかな。まあ私のお友達がニューエラーで働いてるんだけど、まあそれはいいとして、で、昔私が使ってたアイシーっていうか、今も使ってるアイシーのね、前に動画で見せたんだけども、あれをずっと汚していくのはなんかすごいもったいないんではないかと思って、結局新しいのを買ったのよ、これを。で、あのこれね、で、アマゾンで買ってね、39ドルだったかな。で、タックス入れて42ドルで買ってみたらさ、これ剥がしたんだけどさ、値段のところ29ドルになっててさ、なんだよそれと思って、まあこれ多分ね、型落ちのもんだと思うんだよね。まあ結果としてはね、全然、まあどうせあのどっか行って買うよりはアマゾンで買った方がいいかなと思ったんで、まあ結果的には値段は変わってないよね、帽子の。ロサンゼルスなんだけども、カージナルスがなぜかあるね、旗がね。で、ちなみにね、ロサンゼルスエンジェルスとは、今カージナルスの話をして思い出したんだけども、もうすでに私の動画を何度もね、見ていただいてる方お話をしてると思うんだけども、ロサンゼルスエンジェルスって、あのあれなんだよね、全然ロサンゼルスじゃないんだよね。ロサンゼルス郡でもなければロサンゼルス市ではないんだよね。あ、手を挙げろって言ってるね。アメリカらしい冒険に出会ってしまった。てか囲まれてんじゃん、あの車、後部座席さ、もう完全に今流れ玉があったら私多分死ぬな、普通に。あ、いた、警察が行った。あ、やっぱ鉄砲持ってる。どうした？あ、扉開けた。おお、いや、撃ってない。あ、いない、人がいない。でも俺だって最後してたでしょ、うん、他いないけど、うん、逮捕された、うん、そう、早く行け、見てなくていいから。見てなくていいから早く行け。行けじゃ。右側。大谷いるよ。大谷どこ？大谷ほら、いた。あ、見えないのか。見えないんだ。トラウト。でもみんな来てないけどな。来てる。見えた。大谷。うん。よかったね。ポスターね。すごいね、そう、なんかね、ファイアーワークスもあって。あ、なるほどね。すーげえことになってんな。なんか知らないけれども。昨日も平日だったのにすごい人だったから。祝日じゃなくて、まあ週末だから、なおさらすごいことになってるね。すごいな、ゲート6なんて。違う、私に来たんだよ今。あ、来ただってさ、こっちまでさ、車止まってんの私見たことないよね。すごいな、しかしここまで並んだことって、こっち側のゲートに通されるってこと初めてだからな。今日はね、トラウトと大谷さんの人形が数量限定でもらえるっていうお話だったんだけど、もうもらえないな、あっという間に。すごい列になってるな。いや、ここゲート6でここまで人並んでるなんて、いつもここの駐車場ですら好き好きなのにね。大谷さん入り口、こっちトラウトさん入り口、先着の大谷さん人形本日はもらえずっていう動画撮ったから撮ってるけどさ、ここのあのさ、駐車場いっぱいになったこと見たことねえじゃん。もう自らがさ、そのわざとゲート6から行こうじゃなくてさ、ゲート6から進んでくれたからね。なぜか私の弟トラウト の背番号をつけてるけど。で、ここはね、先日あのバンドとかやってたと思うんね。なんか昨日はすごかった、平日ね。で、今日は土曜日なんだけどさ、7月1日ね。すっげえ人だな、それにしても。
あれがボブルヘッドだね。遅く来すぎてもらえなかったボブルヘッド、これだね。エンゼルス球場はね、5万人と言われてるのかな、入場入るの。で、大体限定品っていうのは、2万5000個作られるって言われてるんだよね。だから早く来ると手に入るんだけど、私みたいに、まあのんびり行こうっていうともらえないよっていう感じなんで、何かねもらえるとき、特にあの大谷選手とかねの場合は本当に競争率って激しいので、開演2時間前、あの要するに試合開始の2時間前に入っておくのがベストなんだね。エンジェルズのトヨタがスポンサーですよ。でいつものようにヤクルトね。で今日の ボブルヘッドはあのヤクルトがあのスポンサーなんで、かなりあのきめ細かく作られてるよね。来る人はトラウトと大谷選手のねボブルヘッドももらえた。でさ、これアイスなんだけどさ、アイスの場合はさ、あのタコスと違ってかぶれないんだけどもさ、あのエンジェルスの入れ物になってるんだね、これもね。お土産にいいよね。でタコスのやつは前動画にした通り、あの洗ってかぶれる仕様になってるんだね。あとは私は YouTuber じゃないんでね、いつも話してる通り、あの試合始まる前に国歌斉唱があるのよ、アメリカので、ちゃんと帽子を取ってって。だから私はそのね、エンジェルスの動画とか撮るときとかは、そういうのがね良くないので動画には撮りません。なんか今はとてもじゃないけど、私はできないような成人のような行為をさっき見てしまった。今日はさ、そのトラウト選手と大谷選手のボブルヘッドをもらえたんだけども、ちっちゃい子供に全く関係ないおっちゃんが、ね、全員もらえるわけじゃないから先着順なんで、渡してる人を見たらね、なんて成人なんでしょうか。仮に私が今日持ってたとしても、きっと人にあげることはないだろうなっていう、見て感動してしまったな。成人だよな。もう1階の表裏で人がたくさん入ってたね。投げ合わせ、ここは投げ合わせじゃねえや、全然投げ合っちだった。舐めすぎだった。だって昨日の時点ですごい人入ってたもん、平日なのに。まあエンジェルスは普段人入ってないからね。本当だね。さ、まあ独立記念日も近いしね。あと祝日っていうか週末だし。意味わかんねえよ。なんでみんなピザを配り出すんだ。やっぱり表示が間違ってるのか、間違ってる。いつもガラガラエンジェルスがすげえ人だもんな、これすげえもんな。ひどい、すごい。あれ終わり。ひどい。誰でもいいからエンジェルスのホームランを見たいな。おー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 。
落ちて帰りたい。マジでむちゃくちゃ人入ってるじゃん、本当にすっげえ人、なんか全然楽勝じゃない、いつものガラガラのイメージで来るからいけないんだよ。いやちょっとダメだ、ちょっといや、もう外もね、寒くなってくるしね、もう肌寒いのよ。ロサンゼルス常夏みたいな言ってる日本人の英語系 YouTuber だけど、普通に寒いからさ。で、おいもね、小さいからね、そろそろ帰ろう。で、さっきお話をしたね、せめてホームラン見て帰りたいなって、実はテレビでは流れないんだけども、現地にいるホームラン出るとね、おー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 っていうね、曲が流れるのよ。それを私は歌いたかったの。まあそれがね、帰る時に歌えたんでね、 OK、 まず世はもう満足じゃんって感じだね。あ、それとね、日本人の英語系 YouTuber、 アメリカ人手洗わないって言うけど、みんな手洗ってるでしょ。普通手洗うからね。なんでね、その日本人の英語系 YouTuber のところの動画にも書いたんだけど、みんな手洗います。日本人の英語系 YouTuber がね、言うようにね、アメリカ人は手を洗わないっていうのは嘘だからね。アメリカ人が手洗わないっていうのは、その人の周りがただ単に汚いだけって話。帰りましょう、クラシックスナップ。弟がトラウトで、弟の奥さんの大谷さん、すげえ人だもんな、いつものエンジェルスじゃないみたいな感じ。やっぱりね、最後のね、ホームランの歌を歌って帰るっていうのは気持ちいいよね。これツアーのバスなのかな。だからさ、大人の私でも今寒いんだ。普通にここロサンゼルス軍じゃなくて、ロサンゼルスエンジェルスなんだけども、いつもお話してる通り、ロサンゼルスエンジェルスってロサンゼルス市でもなければロサンゼルス軍ではないんだけど、オレンジカウンティーでもやっぱり寒いんだな。だからちょっと長袖やっぱり持ってきて正解だったみたいな。大人でも寒いよ。まあ北国育ちでもめちゃくちゃ寒いよ。だからちゃんと夏だろうが夜は冷えるんで、アメリカ来た時はね、長袖持ってきてください。これはいつもどの動画でもお話してるけど、常夏ですなんていう日本人の英語系 YouTuber のお話信じちゃダメだからね。普通に北国育ちの私ですから寒いからね。そうだね、すっげえ人だ。うわ、すっげえ。5万だって。半分もらえないで。半分もらえないね。だっていつも3万円ぐらいしか入ってない。だっていつもエンジェルスタジオって3万も入ってないから、いつもガラガラ、いつもガラガラだからね、仕方がないよ。それは遅く行ってもね、 OK みたいな部分あるけど、まあまあドジャースの場合は気合入れていけないといけないと思ってたけどさ、エンジェルスはもう完全に舐めてたんだから。変なおじさんがいるね。そうだね、寒い、まあさ、寒い。全然最近ずっと寒いよね。まあ何日か前暑かったけど、30%。
まだ引きずってるね。あ、くら寿司、あの今一皿4ドルだっけか、なんで並んでんのかよく不明。みんな金持ってますねって感じ。だってみんな30ドルとかもちろんみんな払うんだよ。50ドル、そりゃすごい。いや金、皆さんすげえです。皆さんすげえ金持ってますね。あれじゃなくて、はい、ということでね、小腹が空いたんでね、ビッグマック買おうかなと思ってみたら、今日ドジャーズ負けてるはずなんだけども、なんか前のやつも引き、消してないのかな。ドジャーズのなんかクーポンみたいな感じのがあって、で ただチキンナゲットなんでね、チキンナゲットはちょっと食べたくなくて、ビッグマック食べたいなと思って、でお話ししてる最中っていうか、ついさっき、やっぱりエンジェルス負けたよね。でドジャーズのそのクーポン使おうと思っているって言いながらも、私の今の服装ってエンジェルスだからさ、なんか変だよね。まあ使えることは使えるよ、別に来ちゃいけないってわけじゃないからね。まあでもね、私はビッグマック食いたいんでね、ビッグマック、まあたった先ほどエンジェルスは今日も負けたみたいでございます。よし、この出口から帰りましょう。はい、そういうわけでね、この出口から帰りましょう。それではおやすみなさーい、ね、今日もエンジェルス球場でした。